はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。レオジン縛ります。今回の縛りプレイはエルカーナインデュアル片打ちのみ縛り、ということで片打ち、まあデュアルっていうのは左と右手にね、武器を両手で構えることをデュアルって言うんですけども、まあそれの左だけしか打たないっていう縛りなんですけど、じゃあもうデュアルにする必要なくねっていう話なんですよ。うん、でしかもニュークタウンやろ。これ大変やなこれ。まあということで、まあ左打ちしていくんですけども、まあここ何どうしようかな。スモーク焚きまくってって感じっすねもうとりあえず敵の根元根元に入っていかないとねできないでしょうね。まあとりあえずスモーク焚いて、もう一個の焚く、こんぐらいでもしないとダメでしょうね。くそいかんせん20発しかないわけですからね、左打ちって相当難しいと思いますよ。とりあえずちょっとスナイパー、多分サーマルつけてくるやつ今いないんじゃねえのって感じなんで、まあそれを祈りながら、まあ、やっていきますけども、一応コンカッション当たるんだよねそれね。うっ、そっちに行ったか。ナイスキュー。とりあえずちょっとスモークたかないことには何とも始まらないマジで。部屋の中入っていって、よし、しっかり、さあさあさあ、敵はどこだね。これ使った感じ、これ使ったんか、はい、マジ。とりあえずガンガン行かないとね話にならないわけで、待ってんなマジ。これちょっと突っ込んで突っ込んで突っ込みまくる、これがもう作戦の一つになりますね。あね、ナイスキル使った。さあリスが変わったことも考えて毎日仕掛けたろう。これで後ろから来た時、あの2階に入ってくる敵がいなくなるわけですね。いやー、またコンカッション、ワークカット、よしよし、いいよいいよ。アクティブカーボン使って2階入っちゃおうかな。ここから入っちゃおう、ワークカットだー。突っ込まれた、チキショやばい、集中して、これ集中するタイプの縛りだね、非常に。これはいただけないよこれ。オッケーカット、左のみだもんな、なぜ。くそ、アシストか。ウーフ、ウォーマシン飛んでくる、フラグ、これは死んだな。うん、フラグとウォーマシンのタイミングはバッチリでしたね。いかんせん自分もほらもう防御も何も張ってないわけですから。弾当たって、弾当たってくんねえか。リスが変わったことに気づいていない。あと、えい、くそ、やばい、これめちゃくちゃ集中するタイプの縛りだ。えい、フラグ、危ない。カット、カット、危ない。ちょっとこれアクティブカモン使って、角にいるんですよ私。さあちょっと一旦落ち着いてね。デュアルだから、うわ待ってて、ね、まあバレるよね、まあそこまでに言ってたらバレるよね。やばい、これこれまた、これ実況プレイじゃないよこれ。また集中しちゃう、集中しちゃってなんかええ感じ、まあ微妙な成績残すタイプのあれだよこれ。よしよし、言うよ、いいいいね、そのマイン今グッジョブマインダップ。ヘルストーム関係ないね、もう敵このスモーク対策してきてないでしょおそらく。いきなり飛び出してくる、逃げる、上にいるんだわ俺。オッケーです。2階にいるやつ誰だよあと一発、あと一発の腰打ちの精度の悪さ。スモークの中から出てくるアクティブかも、こんなん分かるわけないじゃないですかね。めちゃくちゃ害悪プレイじゃんエルカーのダブル、片打ち縛りでしたね。途中ちょっと1個怪しいのありましたけどね、まあまあね、まあ生温かい目で見てくれたらなと思います。左打ちか、なかなかエイムがトゥルントゥルンして大変でしたねこれも大変な縛りだこれはい、ということで、ご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関しては Twitter や動画コメント欄で気軽に募集しておりますので、もしよかったらお声かけてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。